明治安田生命プレゼンツ地元魂。福岡県北九州市、この町がウェイトリフティングで世界を目指す西田優が夢を追う舞台。2020年に全日本選手権で優勝、日本一となった西田。ウェイトリフティングを始めたきっかけは、先輩の筋肉がすごくかっこよくて入部を決意しましたね。大学入学当初は結果が出ずに悩んだことも。やっぱ大学生ってなると全然違くて、記録停滞するどころかもう下がってきてて。西田を救ったのは家族のような仲間だった。チームメイトのみんな、いろいろアドバイスもらったり、記録も戻り始めて。パワーが重要な競技だからこそ体のケアは欠かせない。体のケアはしてるんですけど、どうしても自分一人じゃできないところを補ってもらうという形で。寮から車でおよそ20分、生まれ故郷長崎の大自然を思い出す特別な景色。江戸時代、長崎に入った世界の文化が長崎街道の起点、常盤橋を通って全国に広まった。僕も長崎出身で、まあ、全国だったり世界だったりというように活躍できているので、こう僕自身をイメージできるような場所です。西田優の地元魂は北九州から世界へとつながっていく。で、最終的にはオリンピックでメダルを取れるように